あなたが噂の各国を渡って旅している金髪の旅人さんでしょうか。なんだ、オイラたちに何か用があるのか。よかった、どこを探せばいいか悩んでいたところだったんです。ちょうどあなた宛ての手紙が私の手元にありまして、ある外国人から預かったものなのですが、その人にこちらの郵便システムをうまいこと利用されてしまったんです。手紙を必ず届けるという確約を得た後、極めて曖昧な届け先を記入されてしまいまして。オイラたちに手紙を届けるのって結構難しいんだよな。何しろオイラたちずっとあっちこっち駆け回ってるし、手紙を受け取るにはむしろオイラたちの方から郵便受けに行って探すしかないかもな。それでそいつが書いた届け先ってどこなんだ。とある喋る白い髪の小さな精霊の隣です。え、オイラのことか。はあ、そうなんです。しかも、もし手紙を届けられなければ規則に従ってこちらが賠償しなければなりません。本当にあの人にはしてやられました。しかしどうやら運は私の味方をしてくれたようですね。こうやってあなたたちに偶然にも出会えましたから。ええ、どうぞ。オイラにも見せてくれ。一体誰からの手紙なんだ。来てるんだな。ふっ、悪知恵の働く外国人ってきっとあいつのことだろうなって思ってたぞ。手紙の内容から見るに、あいつはこの手紙が無事に届くことにあまり期待してなかったみたいだな。あ、むしろもしこの手紙が本当に届いたら、それこそ運命の定めってことになって、オイラたちの方からあいつのところに行かなきゃならないんじゃないか。まあ、何にせよ昔の友達に会うのは嬉しいことだもんな。手紙によると、あいつは毎日午後になるとジャファータバーンに行ってるみたいだ。オイラたちも午後になったら時間を見つけてあいつを探しに行こうぜ。こんなことに遭遇するのは初めてです。今回は運が良くて助かりました。この時間ならガイアはジャファータバーンにいるはずだ。早速探しに行こうぜ。マスター、俺が飲んだことないものをもう一杯頼む。お客さん、うちのお酒はもうとっくに全て飲まれていますので。そうだったか。よし、なら今日はこの辺でおしまいにしよう。ちょうど俺もこれから用事があるしな。ガイア、やっぱりここにいた。オイラたちのことをからかってるんじゃないかってヒヤヒヤしたぜ。おっと、パイモンに旅人じゃないか。どうやら俺はまだ神に見放されていなかったようだな。お前たちに会いたくてしょうがなかったんだぜ。からかうわけがないだろ。お前出張中なんだろ。毎日午後は酒場で暇をつぶしてるみたいだけど、帰って陣団長に怒られてもいいのかよ。俺は陣をひどく恐れているんだぜ。そんな俺にあいつを不機嫌にさせる真似をする度胸があると思うか。実はな、俺が今回スメールに来たのはここの酒造業を視察しに来たからなんだ。ジャファータバーンにいつもいるのも真面目に仕事してるからなんだぜ。
スメールが香料で有名なのはよく知られているだろう。ここで香辛料入りのカクテルが発明されたっていう噂が以前流れたんだが、そいつがかなり評判いいらしくてな。そこで騎士団は酒に最も造詣の深い俺を派遣した。それが噂ほどの一品かどうかを確かめるためにな。それで結果は？結果はオルモス校の何人かの香料商人とすでに契約を進めているところだ。おー、悪くないビジネスチャンスみたいだな。赤月ワイナリーもディルックの旦那もこれを機に大儲けできるんじゃないか。そうだな。まあこの商売を赤月ワイナリーに任せるかどうかは最終的に俺の気分次第だがな。おい、公務に市場を挟むなよ。いきなりそんな質問をしてどうした。ほう、なかなか鋭いじゃないか。馴染みがあるというほどじゃないな。ただ俺が子供の頃に一度だけこっそり来たことがあるんだ。それで？おっと、これ以上喋る必要があったか。お前たちと昔話をするつもりではあったが、これはあくまで俺自身の昔だからな。わかったよ。お前たちが聞きたいなら仕方ない。これは俺が暁ワイナリーに引き取られて間もないまだ幼い頃のことだ。ある日俺は父さんのしていた商談からキャラバンをスメールに派遣する話を聞いた。知っての通り自分の血の中にある故郷のことに興味を持たない奴なんていない。そして俺の故郷カーンルイヤはスメールの近くの地下深くにあったとされている。だから当時の俺はこっそりと貨物に忍び込みキャラバンと一緒にスメールまで行ったんだが、ワイナリーから俺がいなくなったっていう連絡がすぐにキャラバンに届いてな。キャラバンの責任者が俺を見つけた後、父さんの手で直々に連れ戻されたよ。すまん、大した昔話じゃなかったな。実を言うとそれほど多くはないんだ。カーンルイヤがスメールの近くにあったっていう情報も幼い頃に自分で資料から調べたもんだからな。ただ年を重ねるにつれて俺の生活も次第にカーンルイヤと関係のないものになっていった。少しずつだがカーンルイヤのことはそこまで気にならなくなったんだ。昔の俺は実の父親から何らかの責任を受け継いだんじゃないかっていつもそう思っていた。だが後になってよくよく考えてみたんだ。父が俺をモンドみたいな自由で平和な城に置いていったのはただ真っ当に生きてほしかっただけなのかもしれないってな。一部の物事から俺を遠ざけたんだよ。もちろん楽しく生きられたならなおさらだ。と言ってもこれは全部俺の勝手な想像だけどな。とにかくお前に有用な情報は提供できそうにない。今俺が持っているカーンルイヤと関係があるものといったらおそらくアルベリヒという名字だけだろう。マスター、デスインディスアフタヌーンを頼む。貴様はアルベリヒの意味をちゃんと理解しているのか。ダインダインスレイブじゃないか。近くで盗み聞きするだけじゃなくやっと俺たちの話に参加していただける気になったようだ。すでにモンドで面識があったよな。ダインスレイブで会っているか。俺のことを知っているのなら窮地と言っていいだろう。ガイア・アルベリヒ、アビス教団創立者の末裔よ。
貴様は今までこのことを知らなかったのだろうな。でなければああも堂々とその名字を口にはしなかったはずだ。まったく、この名字にそんな面倒事が隠されていたとはな。だがこれで俺の推測は裏付けられた。父が俺をモンドに残した原因はこれか。こうもあっさり受け入れるとはな。しかも何の疑いもなく。ああ、ちょうど俺の頭の中にあるいくつかの疑問を解決してくれたからかもしれないな。それに、俺はお前のその瞳が何なのかを知っている。お前は最も純粋な血を持つカーン・ルイヤ人だろ。よく頭の回るやつだ。率直に言わせてもらうが、貴様が先ほどこいつに言った言葉、それを裏切るなよ。貴様がその本心を保ち続けることを願っているぞ。ガイア、お前まさかアビス教団の奴らと何か関係があるわけじゃないよな。おいおい、話が急にシリアスになりすぎじゃないか。モンド人の俺はそういうのに慣れていないんだが、血筋の由来を知ったところでそれがどうしたっていうんだ。俺が血筋なんかに縛られるやつに見えるか。そう心配するな。これまで同様、機会があれば俺は喜んでアビス教団の連中を懲らしめてやるさ。おっと、そろそろ時間だな。香料を扱っている商人と商談の約束があるんだ。先に失礼するぜ。そうなのか。じゃあまたな、ガイア。ああ、またな。それとダインスレイブさん、今度酒場で会ったらおごってやるよ。ただ横で人の話を聞いてるだけなんてもったいないだろ。ふん。ダインはガイアのこと信用してないのか。二人とも同じカーン・ルイヤ人なのに、まるで水と油みたいだぞ。俺はあいつのことをまだよく知らない。故に今すぐ結論を出しても意味のないことだ。血筋は果たして本当に人に何の影響ももたらさないのか。俺はそれに疑問を抱いているだけだ。貴様の血縁者がアビス教団に王子と呼ばれているのは、まさにこの継承に関係してのことだろう。でなきゃアビス教団の王って呼ばれるべきだからか。運命の食器を追うためだ。この名をまだ覚えているか。おう、モンドにいた頃オイラたちが発見したアビス教団の計画のことだろ。いや、新しい手がかりとは言えない。ただずっと記憶の摩耗に抗えずにいたというのに、少し前に傷を癒していたところ、偶然にもいくつかのことを思い出してな。当時貴様の血縁者と共に旅をしていた時、彼から同じ言葉を聞いていたんだ。運命の食器をな。ああ、俺の記憶とあの言葉が結びついた時にはいささか驚いた。その記憶によると、あれは当時の俺たちが共にスメールまで旅をしていた頃のことだった。つまりダインはその時お兄さんがそれを口にした場所を調べようとしてるってことか。そうだ。この概念が現れたのには必ず何らかのきっかけがあったはずだ。俺の記憶が正しければ、それはスメールのアビディアの森のどこかだった。じゃあ早速向かおうぜ。数百年も埋もれてた秘密がオイラたちを待ってるかもしれないぞ。いや、今はまだその時ではない。違う。ただ俺の頼んだ酒がまだだ。待て、ここは少し覚えがある。ここか。特に変わったところは見当たらないけど、
数百年前もこんな感じだったのか？ああ、この森のすべてが俺の記憶とあまり変わりない。何しろここの環境は滅多に人に影響されることがないからな。近くを調べよう。何か手がかりがあるかもしれない。これって畑か？そこの家に住んでる人が作ったのかな？でも長いこと使われてないみたいだ。そのせいでここに何が植えられてたのか全くわからない。そもそも本当に何か植えてたことがあるのかな？消された焚き火があるな。レンジャーが残したものかな？この痕跡を見た感じ、ここで焚き火をしたのはかなり昔っぽいな。ちゃんと火を消して火事にならないよう予防したみたいだ。この辺りには価値のある手がかりはなさそうだ。残るはあの家だけか。まだ誰か住んでたりしないか？お邪魔していいのか？いや、そのようには見えない。この辺りには生活をしている形跡もないしな。心置きなく調べられるだろう。そうなのか。じゃあまずお前が先に入れよ、ダイユ。どうやら本当に誰もいないみたいだな。ほこりが積もってるし、長いこと誰も住んでないっぽいけど。隅々まで調べるぞ。何も見逃さないようにしろ。の、箱があるぞ。開けてみるか？お前が開けてくれ。おいらは中のものに指を噛まれないか怖いから。あれ？これって鏡？しかも割れてる。この箱ってもしかして化粧箱だったのかな？ちょっとがっかりだな。何か大きな秘密が隠されてるのかと思ったのに。この部屋にはダインが言うほどおかしなものはないみたいだ。ご飯を食べるのに使うお椀だ。ここに住んでたやつは自炊をしてたんだな。いや、気づかないか。薬剤の匂いがかなり強く残っている。お、じゃあ薬を飲むためのお椀か？くん。本当だ、ダイン、お前かなり鼻が利くんだな。どこにでもある普通のベッドだな。下には特に何もないみたいだ。ここって暗いし湿っぽいし、絶対住み心地が悪いよな。一体どんなやつが住んでたんだろう。特に注意するようなところはなさそうだな。ダイン、お前の記憶違いなんじゃないか？本当にこの辺なのかよ。記憶にいささか曖昧なところがあるとはいえ、俺の潜在意識と本能がここで何かがあったとずっと囁いている。まあいい、果てもなく調査したところでただ精神を疲弊させるだけだ。それに今しがた外から物音が聞こえた。ひとまずここから出よう。物音？まさか。心配無用だ、ただの雑魚だろう。って鼻が利くだけじゃなくて耳もいいんだな。全然数百歳の人には見えないぜ。おい、でもダインの常識を超えてるところはそれだけじゃないよな。とりあえずこの魔物を片付けようぜ。
先ほどの魔物の出現も偶然ではないはずだ。この近くには確かに奴らをおびき寄せる何かが存在している。地脈の異常か。それだけではないようだ。こうするとしよう。俺はここから少し離れ、近くの地脈に問題がないか調べてくる。時間がかかるかもしれないが、貴様たちはここで待っていてくれ。え、一人で行くつもりか？まさか何かオイラたちに隠しておきたい秘密があるとかじゃないよな？くだらん邪推だ。俺はただ調査の要はあくまでこの家屋の付近にあり、誰かをここに残して観察する必要があると考えているだけだ。何せ地脈の調査のようなレンジャーでもできることなら俺一人で十分だからな。ねえ、わかったよ。確かにその通りでもあるしな。じゃあオイラたちはここでキャンプでもするか？ちょうどあっちに焚き火があったから、美味しいものでも作ろうぜ。あっちこっち走ったし、オイラもうお腹ペコペコだぞ。料理は相変わらず美味しいな。この料理の腕だけでお前には一生ついていけるぜ。そういえばダインのやつ、さすがに遅くないか？空が真っ暗になってもまだ帰ってこないなんて。近くの地脈に問題があるとか言ってたけど、まさか本当に何か大変なことが起こったわけじゃないよな。ここには一緒に来たのに、今はオイラたち二人だけか。でも思い返してみると、二人だけでいる時間ってもうかなり長いよな。その別に深い意味はないけど、ちょっとだけ聞いてもいいか？オイラと一緒にいるのって退屈だったりしないよな？そんなはっきり言われるとオイラも照れちゃうぞ。だから、話してくれる気になるかわからないけど、オイラ、お前がお兄さんと一緒に旅してた時のことを知りたいんだ。どんな感じだったんだ？星空？ああ。オイラ、お前の気持ちはずっと分かってたぞ。離れ離れになった理由すらはっきりしないなんて辛すぎるよな。オイラが必ずお前のガイドをちゃんとやり遂げてみせるからな。真相だっていつか明らかになるはずだ。よし、今に見てろよテンリー。今に見てろよテイワット。ひひ、ごめんな、辛いことを思い出させちゃって。やっぱりお前には笑っててほしいんだ。お前が楽しくないとオイラも悲しくなってくるからな。よし、もう遅いし、お前は先に休んでていいぞ。今夜はオイラが先に見張っててやる。お前を魔物に食べさせたりしないからな。もう、そんなこと言うなって。オイラだって、たまにはお前に気を使ってやろうと思ってるんだ。おやすみ。安心してぐっすり寝てくれ。
を覚ませ。朝だ、起きろ。そんな寝ぼけていてどうする今日。目尻に涙の跡。まさか昨日血縁者の夢でも見たのか。まあいい、貴様はここで休んでいろ。俺は森の奥を調べてくる。止まれ！何をする気だ！ここは君が思っているような場所ではない。そして余計な真似もするな！さっさと立ち去れ！旅の仲間とは、昨夜君のそばで見張っていた者のことか？それなら、明け方に森の方へ行くのを見たぞ。それを知ってどうする？とにかくここは私が先に押さえた場所だ。私がここで何をやろうと君には関係ない。分かったらさっさと立ち去ってもらおうか。どうした？なぜどこにも行かない？ふう、呆れた。仕方がない。いいだろう。影から君のことを観察させてもらったが、レンジャーでも強霊院のものでもなさそうだしな。だがいいか、余計な真似はするなよ。これを守れるなら好きにしていい。ふう、分かった分かった。じゃあどいてもらえるか。私は中に入りたいんだ。たく、なんてやつだ。勝手にするといい。もともとずっとごまかせるとも思ってなかったしな。入れ。ただ中に入っても驚いて騒ぐのだけはなしだ。いいな。では行こう。余計なことは聞くな。安心しろ。この子に攻撃性はない。何せその全身は幼すぎたからな。とにかくこの子に手を出そうなんて考えるな。もし疲れや寒さのせいで休みたかったら、適当に場所を見つけるといい。ん？まさか君がカーンルイヤのことを知っているとはな。一体何者だ？どうやって私がカーンルイヤ人だと分かった？神を信仰しているか、旅人よ。どうやら君もいろいろあったようだな。よかろう。私の名はエデ。君の言う通り、カーンルイヤ人だ。さっきまで態度が悪かったことは謝らせてほしい。私の知る限り、
七神を信仰する者以外の人間はこの世からもうほとんどいなくなっているからな。そして神の信仰者は全員敵だ。とにかくカーン・ルイヤの災厄が起こってから今に至るまでこうやって君のような者と会話ができる機会は少なかったのだ。忌まわしい不死の呪い目、こんな生活をいつまで続けなければならないというのだ。不死の呪いはあの憎き神々がカーン・ルイヤ人に授けた贈り物だ。我々は故郷を失い、家族を失い、全てを失った。災厄がもたらした苦痛は最初から耐え難いものだったにもかかわらず、不死の呪いはさらに全ての逃げ道を奪った。このまま自分の魂と肉体が摩耗していくのをただ眺めながら朽ち果てていくしかないのだ。カーン・ルイヤ人の定義は何もカーン・ルイヤの最初の血筋を引いた者だけを指しているわけではない。神に背いた者がカーン・ルイヤを訪れればそのまま国民として受け入れられるのだ。そのため神から不死の呪いを受けたのは罪深い者とされた血筋の最も純粋なカーン・ルイヤ人のみ。そして他の魔人の血筋を持った国民たちは逃亡をする最中で荒野の呪いにより魔物となったんだ。私の子供だ。私生児でありカリベルトという。かつてあんなにも口にするのがはばかられたことを今になってようやく平然と言えるようになるとはな。血筋の関係で私はかつてカーン・ルイヤ王室の貴族だった。だが私はずっと家族に用意された生活に不満を抱いていたんだ。そんな時私は平民のとある美しい女性に出会った。彼女はモンドの血筋を持つもので、彼女こそが私の運命の相手だと確信したよ。カリベルトが生まれてからはまさに苦難の連続だった。その全てが私の身勝手な行いのせいだ。それに私はこの子のそばにいてあげることができなかった。そしてこの子は私の目の前でヒルチャールになったのだ。本来私があげるべきものをこの子は何も受け取ることができなかった。だが今はようやくこの子のそばにいてあげられる。彼女は、いや、彼女は私たちとはぐれてしまったんだ。あの時のことはあまり思い出したくない。大丈夫だ。全てを手に入れた時にこそ何かを失うことで辛い思いをするものだからな。それに対しほとんど全てを失っている時は逆にまだ失っていないものに目が行くものだ。私には少なくともカリベルトがいる。そうだった。カリベルトの様子を確認するためだけに私は戻ってきたんだった。まだやるべきことが残っている。もし興味があるならついてくるといい。こっちだ。先ほど君は私がカリベルトをスメールまで連れてきた理由を聞いたが、その理由を今教えてやろう。カリベルトの必要とする薬はこのスメールでしか作れないのだ。あの子の知性を取り戻す薬をな。それだけでカリベルトの呪いが解けるとは期待していない。私の力では神の裁きを覆すことなど到底できないと十分理解しているからな。だが噂ではその薬はスメールの知恵の神の力を借りたもので、埋もれてしまった知性を呼び覚ますことができるという。それはかつて
精神障害を患った者のために使われていたそうだ。それであればもしやと思ってな。カーン・ルイヤ王室の大図書館だ。そこのとある書物に記されていた。その薬は七神の力を借りる必要があるため禁書として管理されていたよ。若い頃、宮廷貴族の生活に満足できず常に刺激を求めていたからこそ、私はあの本を読むことができたんだ。ならどうしろというのだ。何を頼ればいい。神はすでに我々に裁きを下した。今さら禁忌を気にする道理なんてないだろう。大丈夫だ、分かってくれればいい。すまない、時々自分の感情を制御できなくなるんだ。おそらく長く生きすぎたせいだろう。この薬を合成するには君の助けが必要だ。私のこの両手は今やもう細かな作業をするのに向いていない。きっとこの中身は朽ちていっているのだろう。なんとも煩わしい不死の呪いだ。この材料を君に託す。他にもスメールで育った特産が必要だ。君は持っているだろうか。確か名前はカルパラタハスとスメールローズだ。それはよかった。これで材料が全部揃ったな。これは私が記録した薬の製法だ。この通りに作ってくれないか。おかげで助かった。でないと今の私のこの両手ではどれほど時間を浪費することになるか。感謝する。できたか。ご苦労だったな。見せてくれるか。正直に言うと私もこの薬がどんなものなのか把握していないのだ。何しろあの禁書には挿絵がなかったからな。さて、ついにこの時が来たか。くそ。いや、実はこの薬はまだ完成していないんだ。最後にあることをする必要があってな。この薬は知恵の神の力を借りることで知性を呼び覚ますことができると言ったのを覚えているか。つまり今から七天神像へ礼拝に行かなければならないんだ。薬を持って早速行こう。心臓。私はこんなものに頭を下げなければならないのか。神よ、私を見ろ。祈りの言葉など捧げはしない。心から何かを称えるようなこともしない。私の故郷はかつて貴様らに滅ぼされ、同胞たちはかの最悪に散々苦しめられた。それでも私は今日ここに立っている。私を長老する資格を持つのは運命、ただそれだけだ。神よ、もはやこの地の中にある罪が私とは関係がないことを証明しようとは思わない。ただ幼い不幸な子に幾ばくかの慈悲を願いたいのだ。我が息子カリベルト、世にある美しいものを何一つ見ないまま魔物になってしまった。これは本当に本当に
幼い命がたどるべき最後ではない。神々の行為が全て最初から傲慢なカーンルイヤ人の頭を下げさせるためのものだったのなら、私はこの頭を下げよう。これまでの人生で守り抜いた全てを捨てた、ほんのわずかな奇跡であろうとも願う。カリベルトにこの世界を再び目にする機会を与えてほしい。お願いだ、神よ。無様な姿を見せてしまったな。戻ろう。ああ。カリベルト。薬は完成した。早速試してみよう。カリベルト、私だ、パパだ。カリベルト、わかるか？カリベルト、頼む、返事をしてくれ。君が生まれた時、私はそばにいてやれなかった。君が母親と一緒に苦しんでいた時も、私は駆けつけてやることができなかった。だが今、君のパパはここにいる。長い長い年月をパパはずーっと君のそばで過ごした。一度も君から離れることなく。まだ私のことを怒っているのか、カリベルト。もう正気を取り戻したんだろう。ただ私と話したくないだけなんだよな。パパが悪かった。カリベルト、許してくれ。一言でいいから何か言ってほしい。頼むから。どうしてだ、神よ。一体これ以上何をしろというのだ。私の全てを奪った貴様らに、私は頭を下げたというのに、この安い命でいいのならくれてやる。なのに貴様らは死ぬ権利すら与えてくれない。やはり信じるべきではなかったんだ。神と少しでも関わりがあるものを信じるべきではなかった。幻想など抱くべきではなかったのだ。この世にいる神々は一瞬たりとも人間の味方をしたことなどない。他に原因だと、どういうことだ。そうか、そういった理由も。諦める？いや、絶対に諦めるはずないだろう。ああ、君の言う通りだ。今はまだ落ち込んでいる場合ではない。カリベルトとここに50年、いや100年だって暮らしてもいい。何しろ時間は持て余すほどあるのだからな。では出発しよう。薬をもう一つ作るんだ、今すぐに。薬の鍵となるのはあの一種のキノコだ。少し面倒だが、手に入れる方法がないわけでもない。そこの畑に植えたんだ。うん、細かいことは気にしないでくれ。その好奇心を抑え手伝ってくれるのなら、私の言う通りにすればいい。先ほど礼拝した心臓の隣に滝がある。そこで午後2時の水を汲んできてくれないか。私はもう少しカリベルトの経過を観察したい。君が戻ってきたら
キノコの成長を促す肥料を探しに行ってこよう。ああ、時間になったら行くといい。戻ったか。カリベルトの状態はかなり安定しているよ。言い換えれば依然として何の効果も見られないということだがな。よし、水をくれ。ここでしばらく見張っていてくれるか。特にスメールのレンジャーを家に近づけさせないでくれ。私の言っている意味がわかるな。ああ、すぐ戻ってくる。肥料は比較的簡単に手に入るはずだからな。風を知れ。はっ、痛がっちゃいない。捕まえた。終わりね、撤収。はっはっ、そこさっほっおいはっ。何があった？魔物が出たのか？君がいてくれて助かった。私一人ではこれほどの数の魔物を相手できなかっただろうからな。きっと隠れて離れていくのを待つしかなかっただろう。そうだ、肥料は無事に手に入った。キノコの成長を促すには少し時間がかかる。急ぐとしよう。次はこのキノコを取ろう。先ほどと同じ手順でもう一度薬を作るんだ。もう慣れただろ。また七天神像に行かなければならないのか。いや、何でもない。ただこの畑で休んでいたらつい考え込んでしまってな。長い年月を経て私は本当に疲れてしまった。このまま畑で横になって永遠に眠ってしまいたい。そうだな。だから考えてみただけだ。薬の作成ご苦労だったな。手順通り、次は七天神像に向かおう。着いた。では始めるとしよう。待った。どういうことだ？今のはカリベルトじゃないか。まずい。さっき薬を作っている時に、カリベルトが外に出たのに気づかなかったようだ。急いで追いかけるぞ！どうやらカリベルトではないようだな。ああ、カリベルトの腕にあるスカーフはかつて私があの子の母親に送ったものなんだ。今では目印として私がそれを使っている。私の目もいよいよなのかもしれないな。自分の息子さえも見分けがつかなくなりつつあるとは。この体はもう。確かに私たちにまるで興味がなく、頑なにあっちの方へ向かっていた。この先に何かあるのか？
ああ、ヒルチャールに関する情報なら多ければ多いほどいい。急がなくてもいいのよ。先ほどのヒルチャールはここに入ったようだな。よし、私たちも入ってみるとしよう。なんと不気味なところだ。こんな場所前からあっただろうか。今までずっとここに気づかなかったとは。ん？ヒルチャールたちがひれ伏して何かをあがめているようだな。歩いてひざまずき、なんとも経験そうだ。こんな光景見たことない。一体この場所に何が隠されているというんだ。それを知るにはここを探ってみるしかなさそうだな。やあ、風の赴くままに。風の行く先をかかれ。これってワープ装置？何を動力としているんだろう。マイル、セイ、ハッ！ライ。風を知れ。かかれ。もしかして今天井に立ってるの？部屋がひっくり返ったのかな？それとも重力の影響？
がなくてもいいのよ。セットする場所を探す必要があるみたい。止まれ、人間よ。ナンジラはこの地で運命の探求を許可されておらぬ。ほう、ナンジラはそれでも謁見を必要に望むか。いいだろう。ならばナンジラに運命の試練を授けよう。天女盤石。どの目が出るかしら。はっ、メイク氷結。いってらっしゃーい。どこかに落ちてくんだ。ほっほい、それそこ、ほれ氷本残滅。ほっ、どこかに切れ。先ほどは一体何者だ。なんと、なんと完璧な生命体だ。称賛に値する。あの身に漂う計り知れないオーラ、危険に満ちながらも優雅であり力を感じる姿、この上なく魅力的な存在であった。よくあのような存在を任すことができたものだ。君の実力は少しばかり私の想像を超えているのかもしれない。先に進むとしよう。ますます好奇心がかきたてられ、興奮が抑えられなくなってきた。ここが終点のようだな。生命、なぜひれ伏さない。恐怖と未知からか、それとも力を欲するか。生命、なぜひれ伏さない。
私は神ではない、私はただの罪人だという。財宝から生まれたまだ無垢な花よ、この私には君の運命が目に見えている。その開墾を一切抑える必要はない、あらゆる距離を容認する必要もない。超越せし存在となる、授かりし運命の一切を超えて見せよう。私は時の終点で涙をこぼさ、君のすべてを振り返るのだ。今何が起こった？あれを見た瞬間、心にある感情が一斉に静まった。それから畏敬の念を、いや、あれは幸福感だったのか。それだけが心の中に残されていた。ああ、今はかなり気分がいい。むしろここに入ってきた時よりもずっと良くなっている。おかしなことだ。そうなのか。わかった、まずは君の言う通りにしよう。ハリベルト、よかった、ここは変わりないようだ。私は薄々感じているのだよ。先ほどのあの出来事はある種の運命の定めなのではないかと。私が心臓を礼拝したくないと強く思っていた時に、あのようなことが起こったのだ。あれはまるで導きのように感じた。君の話によると、私はどうやらあれの前でひれ伏したのだったな。もしかするとあの行為が薬に同じ効果をもたらしているのではないだろうか。君が何を言おうと私は試してみたい。それに君も前に言っていただろう、全ての可能性を確かめるべきだと。カリベルト、パパ、カリベルト、なんということだ。これは嘘ではなく現実なのか。まさに奇跡だ、愛しいカリベルトよ。見たか、効果があったぞ。カリベルトがまた喋れるようになった。ママは？ママは、いいかカリベルト、まずは私の目を見てくれ。私が誰だかわかるな。うん、パパでしょ。救われた。これが救われたという感覚か。カリベルト、今はどんな感じだ？意識ははっきりしているか？うん、長い間眠ってたような気がする。夢の中で小さな部屋に隠れてた。
でもずっとそこから出る勇気がなくて、出たいとも思わなかった僕。僕の体、僕の体どうしたの？これが僕？ねえパパ、何が起こったの？いいか、落ち着くんだ息子よ。これはただ君が眠りについた時に童話の世界に入り込んでしまっただけなんだ。私と一緒にな。この世界にはもうカーンルイヤも私たちの家もない。それからあの赤い空も世界の滅亡を描いたような最悪もなくなっている。君はその小さな怪獣の姿でパパと永遠に暮らすことができるんだ。僕は死んだの？そんなことはない。何を言っているんだ。カリベルト、ほーら、君の腕にはママのスカーフが巻いてあるだろ。ママも君を祝福し加護を与えている。死んでいるわけがない。そうなんだ。そうだとも。目が覚めたばかりだからまだ混乱しているのかもしれない。ここでゆっくり休むんだ。すべてうまくいく。ああそうだ、このことをしっかり胸に刻んでおきなさい。何があろうとその仮面を外してはならないと。覚えたかい？仮面は外してはいけないからね。うん、パパ、僕覚えたよ。あの日以降、今日ほど喜んだことはない。このようなことが実現するとは。ふん、七神が当てにならないことなど知っていた。まさか七天神像まで拝んでしまうとは。まさに一生の恥。加害者。そう、奴らはいつまでも加害者なんだ。あいつらに救いを求めるなど、私の考えがどこまでも甘かった。それに比べ、私たちが洞窟で出会った名も知れぬ神こそ、まごうことなき偉大な神。七神なんかとはまるで格が違う。あの神秘的な力、なんと魅力であったか。これも私が敬虔な心で崇めたおかげだ。そうだろう？ああそうだ、神に祈って願いが叶ったのなら、ガンほどきというものをやるべきだろうか。神へ祈る時の作法はあまり心得ていなくてな。ただ今回は必ずガンほどきを行う必要があるように感じるのだ。罪人だと？まったく、何をほざいている。あの神の何を知っているのだ。なぜそのような冒涜的なことを言う。あの神の力、君も見たはずだ。七神があれほどの奇跡をもたらすことができるか。あの方は七神よりも高位な神なのだろう。それを罪人というなど言語道断。まあよい、君がどう考えていようと私の敬虔な心に影響を及ぼすことはない。今すぐにでもガンほどきに行かねば。君はついてこなくとも結構だ。君もこの童話の世界に住んでいる住民さんなの？こんにちは、
僕はカリベルトって言うんだ。どうなっている？ありえん、こんなのありえん。ひれ伏していたヒルツァールもいなくなっている。前に見たのは全て幻覚だったというのか。確かにあれが幻覚のはずない。あの偉大で神秘的な力はまだ私の頭の中で、この体の中で響いている。幻覚でも偶然でもなく、ましてや夢でもない。あれは確かに存在する神秘だった。行こう旅人。あれが消失したのには必ず意味があるはずだ。いつの日か再びこの目にする機会があると私は信じている。神ではなく罪人か。どういうことだ？カリベルトはどこに行った？嘘だ。カリベルト、まさか誰かがここに来たのか？いや、ドアは破壊されていないし、周りに誰かがいた痕跡もない。まずい。カリベルトの今の姿でレンジャーや冒険者に遭遇したら。待て、誰かが物を動かした形跡がある。まさか。鏡が割れている。おそらくあの子は仮面を外したんだろう。仮面の下に隠されていた自分の顔を見てしまったんだ。なんということだ。親の教えを守らないとは。急いであの子を追うぞ。スカーフだ。私が巻いてあげたスカーフが落ちているぞ。どうやらこの先のようだ。急ごう。カリベルト、カリベルト、どこにいる？レンジャーだ。まずい。そこの人、見ない顔ね。ここで一体何をしているの？貴様ら、ヒルチャールを見なかったか？こっちにヒルチャールが来たはずだ。先に私の質問に答えてもらいましょうか。面倒ごとに発展させたくなければね。こちらが聞いているのだ。ヒルチャールを見なかったか？あなた一体どうしたのよ。そこまでムキになることないじゃない。ヒルチャールなんてどこにでもいるでしょ。もちろん見たわよ。ああ、ついさっきあっちで何体か倒したぞ。ぼーっとしてたやつをな。貴様ら、貴様ら、おのれレンジャー、おのれ七神の旅め、カリベルトの死をその命で償え。あなた、外国人がそんな暴言を吐いて私たちレンジャーを挑発してるの？レンジャーめ、よくも貴様ら。
全く意味がわからない。ヒルチャールを数体片付けただけでそうも怒る必要ないだろう。なんて理不尽なんだ。貴様ら、あの子は知性を取り戻したばかりだというのに、どうしてこんな目に。レンジャーよ、本当に本当に少しも加減しなかったのか。見かけたヒルチャールを全て倒したと。そうだよ、わけのわからないやつだな。まあ強いて言うなら、俺がチームを離れてその用を足してた時、たまたま出くわしたヒルチャールがいて、最初は俺も身構えたんだが、そいつには特に敵意がなかった。ただぼーっとしててあっちの方に行ったから、ほっといてやったよ。そうだな、よかった、本当によかった。急ぐぞ、あの子を探しに行こう。ちょっと、このまま何もなしに行くの？まったく、身勝手な人たちね。カリベルト！カリベルト！止まってくれ！私だ！パパだ！もし何か見ていたとしても、それは全て幻覚で、どれも嘘っぱちだ！パパが言っただろう、ここは童話の世界だと。本当のことではない。ほら、私のところに来るんだ、一緒に戻ろう。カリベルト、どういうことだ。あの子は知性を取り戻したというのに、私の話を理解できているはずだろう。さあカリベルト、一緒にお家に帰ろう。一緒に帰ってくれるな。違う、全て私のせいだ。こうなるともっと早く知っていれば。何もかもが残酷すぎるよパパ。間違いない、そういうことか。やっと理解したぞ。おや、目が覚めたか、旅人。ちょうどあなたとこの喜びを分かち合おうと思っていたところだ。いや、違う。旅人という名で呼ぶ必要はなかったな。私はとっくにあなたの正体を知っているのだから。なーに、あなたのことはもともと知っていたのだ。ただ話をしながら少しずつその事実確認をしていったまで。それは至って普通のことだ。あなたのように高貴なお方が私たち全員を知っているはずもない。それに最初、私は偽名を使った。エデとはかつての私の従者の名でな。そう、私の本当の名はコロタール、コロタールアルベリヒだ。あなたも見ただろう、あの力を。カリベルトが身にまとった力はあなたの言う罪人の力にそっくりであった。そして今、私は確信した。
あの力こそアビスなのだな。ようやく目にできた。あなたには関係ない。罪人だ。罪人のみが罪人を救済できる。カリベルトの運命はこうなるはずではなかった。だが今は実に良い。あの子は自分の運命を織り直す機会を手に入れたのだからな。その極限の悲しみから生まれて、あの子は運命の食器になるのだ。ふん。危険で不吉？まさか、あなたの口からそんな言葉が聞けるとはな。アビスを否定するなど、実に滑稽だ。我々は、かつて信じていた。あなたがカーンルイアに力と希望をもたらすことを。なぜなら、あなたはアビスそのものを代表している。想像を超え、理解を超えた神秘の象徴なのだから。そしてカーンルイアがアビスを掌握すれば、全てを掌握できる。我々はかつてそのような未来に憧れ、あなたのことを見つめていた。しかし、あなたは、果たして我々に何をもたらしただろうか。カーン・ルイアの王子様。今、私のこと、なんて呼んだの？旅人。気を失っている間、何があった？俺が付近の地脈を調べたところ、アビスの力の影響により乱れがずっと生じていたようだ。地脈にはこの世の情報と記憶が流れている。もしや貴様、何かを見たのか？コロタール・アルベリヒのことか。奴はアビス教団を創立した後、アビスへの信仰から様々なことを成した。だが不死の呪いは最後まで奴の肉体と精神を蝕んだ。奴の信仰するアビスが救済を与えることもなかった。そして100年後、奴は完全に正気を失うと姿をくらました。それ以降、奴は二度と姿を見せていない。しかし、確かに奴はその手で数々の厄介事を残していった。例えば貴様たちが目にした、あの、汚れた逆さ人像も、奴が当時アビスの力を利用して作った未知の産物だ。そう言っていいだろう。でなければ彼がアビス教団の王子になっているはずがない。旅人、大丈夫か？その顔、一体何があったんだ？貴様の視点から数百年前の彼の記憶を見るとは、実に奇妙なことだ。やはり運命の食器という概念は、あの時代に生まれたものだったか。
しかもコロタールの息子であるカリベルトの当時の状態がそれに関係していた可能性が高いようだ。ただこの話を貴様の血縁者から聞いたことは一度もない。つまりその頃から彼はすでにこの道を歩むことを決意していたというわけか。ああ、あいつもきっと長いこと一人で考えていたんだろう。いわばこのことが全ての始まりと言っても過言ではないのかもしれない。なんだ？畑？急にそんなこと気にしてどうしたんだよ。ここにか。ならば掘り返してみるとしよう。本当に怖かったぞ。お前ら、もう埋め直したか？男と女の遺骨が一人ずつ同じ場所に埋められているとは。気になるのは男の遺骨の埋葬された時期が明らかに女よりも遅い点だ。そして男の手にはスカーフが一つ握られていた。これは何を意味している？貴様はなぜこの下に遺骨があると知っていた？なんだと？ハリエン、こんなこと。コロタール・アルベリヒが最終的に不死の呪いを解かない限り考えられないことだ。あらゆる情報が錯綜している。整理するには時間が必要だろう。それにもう一度俺の記憶から何か見つけられないか骨を折る必要があるな。ここで別れるとしよう。え、またどっか行っちゃうのか？オイラたちと一緒にいてもいいんだぞ。しばらくは別行動をした方がいい。なぜなら奴がもう貴様のことを見たかもしれん。奴？ああ、奴の正体は大方予想できている。これもまた手がかりをつなぐことで確認しなければならないことの一つだ。気が熟したら次に会うときに貴様に教えよう。ところで、その奴が旅人のことを見たかもしれないって言ったけど、どうやって見たんだよ？もしあいつなら、そういったことはおそらく奴を制限する要素にならないはずだ。そいつって一体何者なんだ？さ、話はここまでにしよう。貴様の心には休息が必要なはずだ。またいずれ会おう。ダインのやつ、また行っちゃったな。これでまたオイラたち二人だけになっちゃったぞ。あ、どうかしたか？